フグスケさんのせいで有給取っちゃった人いる。いや、俺のせいじゃねえやろ。ボンノスケ。何やその俺のなんかエロの部分だけお前抽出したような、この世の終わりみたいな名前はお前。キャッチ&リリース。ないか。え、ガード漏れてた。こんにちは。あ、それはいい。ないか。スピンショ見せ。フムの間取ってくる。早めやなこれ。ないか。うれ。えい。はい。うわマジで。どうしよう。あれなんか受け身取りそうやな。えぐくうまい。おもろすぎだろこれ。ちょ早く終わらせたい。ぶっ壊して早く終わらせるのが吉。うわー、ガキ話してもしたって俺ちょっとガタもういいや。殴れ好きなだけ。道連れさんよ、した方がよかったわ。アンダー早っ。オッケー。なんだとまあいいや、なんかわからんけど。ビビった。いやー思い出した、小戦場のヨッシー卵やばいんやな。確か軌道が読みづらくてしゃあない。結構食える、暴れるタイプスパジャンで割れんか。まあそれはね。はいと。まあとりあえず初期の旋回戦闘力には戻してやな。いやマジヨッシー寝てたらメテオとかで終わるかな。出た。受け身ないか。受け身多分そろそろ。やべこれジャンプないぞ。もうフグスケ地元最強。いやこいつないこいつない、地元最強はこいつない。空母先端か。いやーこの食いのやばい。これマジ天才じゃない。まあすんませんとマジで一発ね。ガノン使えマジで。横尾振る勇気ね。あそこでこれが命を燃やす基礎です。あれ来たか。ごめんな。おお、ラッキー。暴発やけど当たったからなんかめちゃくちゃ上手い人みたいになったわ今の。え、2発で解除されんの？結構さ、よし卵を巻きながらさ上に戻ってくるから魔人剣の甘い卵耐えながらとかいけるんよね。難しい。なぜ突っ込んだのか。あれいやルート的にはね、ヨッシーの復帰阻止で積んでたんよ。それからヨッシー側からしたら突っ込むしかないっていう。え死ぬんマジか。まあまあ 120% ぐらいやったな。まあまあそれはうんしたきりすればいいってね。いやもうするよ。なんなら3に変えるぐらいの勢いするよ。さすがにしないの。23%なら安い。え？お前まだ。
ジャストが終わってなかったって。なんか違うな。はあ、ちょっとこの人なんか毛色が違う。さっきの人福助さんにさん付けしてる成人だったわ。お前そんなレベルになっちゃったの。え、ジャンプ読まれた。わからん相手の。うまっ、対将棋するか。攻撃上がりでぶっ殺されたかと思ったらさすがに違うよ。これで行くしかない。よっしゃー、命がけウェビー取るよ、ワンチャンス。うまっ、無理じゃない？あー今の負けいてーデビルマン来たわ。共鳴した。え？捕まらない。当たり方回避え、さすがに間に合わんか。ごめんなー、それそうなっちゃうんです。んすんすすんすんすん、覚えとく。危なっ、俺どっち。うわっ、あーめんどくさー、やめてよー、やめて。もうこれ俺負けたら本当に本当に悲しいから。はい、道連れはレバガチャしないやつが悪い。お前帰ってくんだボギーオッケーオッケー、虹が見えるわ。レバガチャいちいち文句言ったやつは今の見ろ。レバガチャじゃねえよ、道連れに。プリン対策はクーエヌじゃない？クーエヌ、あ、そうそう、あ、こいつ差し返しクソやべえから自分からこう DA とか行かない。あんまりあんまりっていうかもう行かんでいいわ。あー今日こいつを俺は、しかも小戦場かよ。あと3000で戻る。こいつの空前さ、当て方さ、なんかもう白って200種類ぐらいあんねんってぐらいありそうじゃない。こいつのこいつの空前のディレイの当て方200種類ぐらいありそう。ちょっと待って、下強有用かも。抜けれるか、抜けれた。うえー、セフィロスなら当たってたぜ。ごめんね。は、おい、いやー姿勢がよし。うわー、おい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 、これは出したくない。オッケーオッケーオッケー、じゃんけんお願い。オッケー。は、なんで隠ってんの。いい加減です。これ何でしょうか。
我がプライドにかけて。確かさ、こいつ上スマ当たるっけ。やめろ、抜けろ俺。よっしゃあとはもう距離と戦うだけ。リミット倒す。決めるこれ。お前走りすぎ。は、あとすぎ。マジかよ。あー、この弱でかい。えビビってる。頭出せこの野郎。シャー、惚れろお前ら。俺のガノンドルフに酔いしれろ。切り抜き見て、あー来てくれ、あーありがとうありがとう。切り抜き見て、いや、なんなら切り抜きってさ、コンプラ的にもさ、いろいろ考えたとこ切り抜いてるけど、生放送はもうな、まあそんなやりようねえからもっとひどいぐらいある。ルネスケって30代、いや20代よ。もちろん。めちゃくちゃずらす。緑クッパー、緑の波動を教えてやらんといかんな。この車へ杖、上拾うのが強いよな。攻めてくるね。死んだかと思った。